通勤とかですね、まあ、旅行など多くの人々がですね困っているというようなね、ことを聞いてましたんでね、まあ、もちろんまだ各地ですね、復興がまずは懸命なこのホテルから逃げないとまだありますけど、これが一つですね励みになるニュースになればいいなと思いますね。いつも突発的で衝動的だったはず。それなのにどうして私をすぐに殺さなかったの？こんな風に捕まえるなんて過去の事件では一度もなかったわよね。わからない。私は警察の捜査官だから。わからないんだ。何がわからないの？それより君はどうしてこのホテルに？決まってるでしょ。あなたを捕まえるためよ。指名手配中のあなたがこのホテルに潜伏してるって情報があって、私はそれを追ってきた。あなたに感づかれないように一般客を装って。それなのにあなたはまるで待ち伏せをしていたみたいに。待ち伏せ？なんで？私が聞きたいわ。どうして私の正体に気づいたの？分
からない。わからないって、さっきから何なの。あなたのことじゃない。気づいたらこのホテルの部屋で寝てたんだ。指名手配されてるのもニュースで知った。だから俺が君に何をしたのかもわからない。本気で言ってるの？なあ、俺は本当に唐木誠なのか、連続殺人犯なのか、人を殺してるのか。あなたは指名手配中の連続殺人犯唐木誠で間違いないわ。本当に何も覚えてないの？分かった、信じる。信じてくれるのか。だからとりあえず縄をほどいて、あなたの話を信じる。私が何とかするから、まず縄をほどいて。お願い。